リンカーン・タウン・カー。タウン・カーは、フォードが製造、リンカーンブランドで販売していた自動車である。タウン・カーの名称は1959年の、コンチネンタルマーク4のトップグレードとして、登場したのが初めてで、その後1969年まで使用された後、1981年に、独立したモデル名となり、コーリン・カーン・ランドの、すなわちフォード社のフラッグシップモデルの座を務めた。 タウンカーとはキャデラックが1956年から使っていたフランス語のセダンとビルの英訳にあたり、共に1920年代の乗用車によく見られた。運転席部分には屋根やドアがないタイプのショーハーカースタイルのことである。タウンカーの車体サイズはアメリカ製セダンの中でも最大の部類のフルイズに属する。オイルショック以降、キャデラックやクライスラーなどの競合車種の多くが、 ダウンサイジングと FF 化を観光した中、フォードだけは昔ながらのハシゴフレームと FR レイアウトを誇示した。この車種はフォードクラウンベクトリア、マーキュリーグランドマーキーと共用のパンサープラットフォームと呼ばれるもので、フォードのハイエンド車種で30年以上の長きにわたって使われ続けたが、技術的には決してハイエンドではなく、登場当時ですら球体化の素知りは免れなかった。 重量、ねじり剛性、振動、騒音など、操縦安定性と居住性のすべての面で、モノコック構造に対して劣勢となるが、アメリカの保守層、米保険会社の調査では、共和党支持者と、ほぼ一致するとしているには、根強い人気があり、結果的に、古き良き時代のアメリカ社の乗り味を構成に伝える、存在となっていたほか、フレームと車体が別体であることから、 ストレッチリムジンや霊柩車の改造には向いており、そのベース車両としての需要は多い。過酷な業務仕様などを想定しており、耐久性や補修の容易性を考慮した設計がなされており、北米では60万キロメートル以上営業運転に使われることが多い。なおエンジンだけは1990年にライバルに先駆けて、従来のオフからサイチェシーのフォードモジュラー V8 に、 切り替えている一方、欧州車や日本車を好む顧客、同様に民主党支持者との表現には、当時フォード参加であったジャガーがエンジニアリングを担当したデュープラットフォームの LS などで答えていた。この車種の組み立ては、フォードモーターのミシガン州、ビックソム工場で行われていたが、2007年にフォードはリストラの一環として同工場を閉鎖。 その後は、クラウンベクトリア、グランドマーキーを生産していたカナダ・オンタリオ州のセント・トーマス工場に移管されたが、そのセント・トーマス工場も2011年8月29日に最終車両がライン不死静かにその幕を閉じた。前年の1980年までは、コンチネンタルタウンカーというコンチネンタルの一、グレードだったものが、1981年からタウンカーとして独立した。 初代の登場から9年目、リンカーンブランドの客層若返りの狙いも込めて内外装を大きく変更。この2代目は販売面で大きな成功を収め、1990年代の初頭にアメリカ市場のフルサイズセダンで一番の売れ筋モデルとなった。1998年、フォード社はフォードクラウンベクトリア、マーキュリーグランドマーキーと共にフルサイズセダン3。 兄弟のモデルチェンジを実施し、新しいタウンカーが誕生した。三代目タウンカーの外観はそれまでの直線的なデザインから一変し、曲線的なボディラインに変更された。1970年代から続いていたロールスロイス風のフロントグリルや C ピラーのオペラウィドウは廃止され、フロントグリルは同年に登場した同ブランドの高級 SUV で、あるナビゲーターに近いデザインとなった。 内装も大幅に変更され、ドア周りパネル類、操作スイッチ類、ラジオ等が刷新された。新たにデザインされたダッシュボードやドアパネルにはさらに木目調が追加された。パワーシートの操作スイッチ類はドアパネルに移行された。リンカーンのエンブレムはドアパネル及び座席の背に残されることとなった。なお、フロントの座席もベンチシート式が採用されているため、 一般的なセダンとは異なり、乗車定員は6名である。1998年、1999年、2000年、2001年、最高級車らしく、フランスの宝石商のカルティアや、アメリカのファッションデザイナーのビル・ブラス、イタリアのファッションデザイナーのエミリオ・プッチなどと提携し、これらのデザイナーやブランドが、内外装のデザインに手を加えたデザイナーシリーズが存在し、後に、 グレード名として採用された。日本では近鉄モータースクイーンランドカーズフォーピラーズが正規輸入しており、コンチネンタルマークバイの取扱い終了以降、フォードジャパンが3代目ナビゲーターを導入するまで唯一のリンカーンブランドの車種であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。